組織、エルルが入れて大丈夫だったの？イブとしての人格保ってれば勝ってた。負けるんだ。エルルカの核がレビアであれ、イブであれ、彼女の記憶は健在。自分をエルルカと勘違いしてれば、やることは決まってる。器集めと、イリーナへの対処だ。今回は、エルルカがようやくイリーナに一泡吹かせるまでの道のりを見せる。まず、UZ を手元に置いて、資格の登場を待った。そしたらレミーが来たので、これで組織との接点を得られた。そして、警察が捜査しやすくなるように、手がかりを UZ の遺品としてあえて置いておいた。そして、彼女の頼りの警察の方の動きを説明する。まず、警察のウィルス。彼は同じユステアの一員だったハイデマリーから小型の銃の作り方を教わった。当時、リボルバー並みの小型銃は世間では生み出されてなかったので、あたかも未来のテクノロジーだったそうだ。先代のピエロは、彼の銃に倒れたのだ。ウィルスが倒してたんだ。彼はエインと共に今回の事件を捜査していた。イザベルは病死と判断されたが、彼女の死後にぱったり娼婦殺人が亡くなった。まあ怪しいよね。再び現れたであろう5番目のピエロ逮捕のために、動こうとしていたら、財団副総帥のブルーノからの圧力で、捜査中止命令が出た。眠らせ姫のこともあり、明らかに奴がペールノエルと繋がってると思われた。来週にブルーノがルシフェニアに来るタイミングでの捜査中止ゆえ、ブルーノとピエロを同時に捕まえるチャンスである。そこで、イザベルの遺品を調べてたら、エルルカからの大ヒントが見つかった。色欲の刀を用いた整形の顧客リスト。そこにはブルーノ・マーロンの名があった。イザベルとブルーノのつながりが見えたね。ペールノエルつながりでピエロの件の解決にもなるからと、中止命令を適当にごまかしてブルーノの件を調べ上げた。そして、5月23日、ルシフェニア宮殿にて、大統領ジュリアと、フリージス財団の総帥アイ、副総帥のノブとブルーノの会談が行われた。そして、こここそがノブ暗殺の会場でもあった。会談後から晩餐会の間、ノブとブルーノが音の間にいる時に、レミーがノブを襲撃するという予定。当日、ことが順調に進み、会談終了。人が音の間に集まったので、あとは二人以外が外に出れば暗殺タイム、と思っていたら、エインとウィルスが突如、音の間に押しかけてきた。よく間に合ったもんだね。二人は、ノブニコールの命が狙われていると述べた。新大陸事業はノブの担当のはずなのに、ブルーノが部下を新大陸マイステアに送ってるのは、今日ノブを殺して役職を受け継ぐつもりだろうとか、裏市場の件も突き止めてるとも言われた。決定的証拠がないだろとブルーノは焦るも、ユステアの二人は余罪についても述べ出した。ブルーノの正体は、カイドル・ブランケンハイム、カスパルの名目上の叔父だ。彼は妻の浮気に激怒し、殺害した。そして、息子を弟カールに預けて逃亡し、その子はカールの息子、カスパルとして育てられた。親子揃って、2番目のディーラーってことね。そして、カイドルは本物のブルーノを殺害し、その首を UZ のところに持っていった。そこで、顔を変えて、彼はブルーノになり変わった。ブルーノはジュリアに黄金の鍵はカスパルが持ってるとも告げてたりする。カスパルのセクト入りの大きな理由は、この器の回収があるということだ。想像以上に、とんだ悪党だった。ユステアも、妻殺しの件や、顔の変化については調べがついている。証拠として、顧客リストでカイドルからブルーノへ矢印が引かれていた。でも、色欲の刀のことは知らないはずだから、技術面はどう説明するの？実際に顔を変えられた、リンちゃんの証言がある。そして、背中にある入れ墨がブルーノとカイドルの同一人物の証明になるからと、背中を見せろと警察は迫った。すると、ジュリアは口封じのためにブルーノを殺せとレミーに指示した。ただ、レミーは仲間を殺すことにためらった。ブルーノの至近距離に警察がいるため、自分も捕まる危険性もある。その結果、ブルーノはそのままユステアに連行されてしまった。彼はハートビートクロックタワーに連れてかれた。フリージス財団が買い取り、世界警察が手にしたこの塔では、拷問部による取り調べがなされる。時を同じくして、先の騒動がルシフェニア政府高官の耳にも届き、ジュリアの対抗勢力が家に押しかけてくる事態となった。さらには、エルルカとグーミリアが逃亡を図り出した。一気に追い詰められてない？さて、邪国に逃げる前にエルルカはレミーに逃亡を提案した。このままだと組織からあなたも捨てられるだろうし、せめてレミーだけでもと心に訴えかけてきた。もっとも、彼はヘンゼルだから置いとくとまずいし、器も目的なんだろうが。ただ、母を信じてるレミーは、むしろエルルカの誘いの件を密告。逃亡の待ち合わせ場所に、ガットとレミーが襲撃しに行ったが、エルルカとグーミリアはすでに逃げた後だった。
そして、ガットに関しては、さっきの塔に侵入してブルーの殺害した。扱い悪い立場の割にはすごくない？手品師捜索には手を焼いてたが、暗殺に関しては超優秀だから。さて、窮地に陥った組織のために、レミーはいても立ってもいられない。この国を良くできるのは母だけであり、敵を皆殺さなければと。そして、この頃にはヘンゼルゆえの残虐性が現れだし、いよいよ殺人を無自覚にも楽しみだしていた。もう、レミーも救いようがなくなり始めてる。そして、マスコミや議員など、母の邪魔をした人間を一人、また一人と殺し回った。この状況に対応することとなっていたエイン・アンカー。宿屋にいた時、手紙が部屋に放り投げられた。ハイデマリー名義の手紙が。なお、これはグーミリア本人からのものである。エインは待ち合わせ場所に到着。そこで待ってると、レミーが道化師姿で登場。さっきの騒動の件での恨みだろうね。その姿が、かつて助けた少年にそっくりだったため、その正体に気づいた。一方レミーは、相手が自分の名前を知ってることに驚いた。そして、エインの説明で、かつて助けてくれたのは先代ではなくエインだと知った。自分を助けてくれたはずの先代に憧れてきたが、その憧れはただの敵だということに失望。そして、過去のくだらない憧れを消去するためと、もはや母など関係ない動機で殺そうとした。エインはうっかり石につまずき、レミーにとどめを刺される。その瞬間であった。ハイデマリー、元イグーミリアがレミーを銃撃した。この状況は、エインをおとりにし、レミーをここで倒すためにエルルカが仕組んだものだった。エルルカは、だから逃げようと言ったのにとつぶやく。彼女曰く、レミーがジュリア側についたので、神の双子をこのまま放置するわけにもいかなかったとのこと。相変わらず、レミーは自分を悪と思っておらず、世界中の敵こそが悪と思っていたが、エルルカから見れば、姉を本気で守るために父を殺してしまったアレンと違い、レミーは母を建前にして殺人を楽しんでいるだけだとのこと。そして、レミーは死にたくないとつぶやきながら力尽きた。解説やってる身として、エルルカの今の格はイブだと思っているが、その理由として、エインから見て、今のエルルカはかつて止まった違う恐ろしい何かに見えたという表記がある。さて、レミーの葬式が挙げられ、墓に埋められたが、まだこの時、エルルカとグーミリアは気づいていなかった。大罪の器の契約者を殺せるのは、他の契約者だけ。レミーは一時的に動けないだけで、まだ死んでいないことに。まだ勝負は終わってないってことだね。でもさ、組織壊滅したんだし、これからジュリアはどうすんの？直接対決だ。ここから、神、悪魔、魔導士の、覚醒力が集まる、大決戦が行われる。メリゴドコーチの決闘。それは、次回から語ろう。ご視聴、ありがとうございました。